家の中撮るんですか。これこの BMX どうしたの。前から持ってたの。おじさんのやつですね。大学の。でかっ。いいな、クリント今一番美味しいよ。でも良くないですよ。いやもう本当になんか変な人かと思って。でこれ覗いたら多分中谷さんの指が。いやデイさんですか。あ、やっと来ました。おはようございます。おはようございます。久しぶりですね。東北が。で今日はちょっとここの駅の近くのに住んでるスタッフに朝から突然してみようと思います。よろしくお願いします。お願いします。どうしましょう、女の人出てきたら。いや本当にマジで何も言ってないから、あいつ彼女いないっつってんだけど。寝てますよ、たぶん。おはようございます。あ、ちょっと、とりあえずマスクして。一回、なんですか、もう今から出る。なんで、おじくらしてた。ちょっとこれつけとりあえず、ちょっとこれつける。じゃあ分かった。一回マスクして、それつけて。一回マスクして。そして、それつけてマスクしてきたらもう一回来て。あ、やばい。ひとくも俺は、マジでちょっと怖かった。今、初めて恐怖を感じたクリントリー。え、ちょっと、手が。ちょっと家の中撮るんですか。パジャマのまんまで大丈夫。家の中撮るのはダメだ。一回注意さん、ちょめちゃくちゃ汚いんだよ。それがリアル。本当ですか。本当。ペトマン。一回ちょっと待ってください。一回じゃあ、あたちゃん5分。5分片付けていいですか。いいよ。めちゃくちゃゴミが。あ、分かった。そうだね。ゴミ捨ててないんだよ。さすが。そうか、じゃあ5分。5分。無理っす。限界あるんで、もう大丈夫っす。もういい。あ、さすが。マイクつけた。ちょっとほら、お隣さんに失礼だから。静かにして。本当に上がるんですか。ちょっと、トイレ貸して。トイレ。ね。本当にやだ。あ、でも、クリントは、ほら最近、あれでしょ、カセットテープにハマってるんでしょ。カセットテープ、そうです。おしゃれだよね。一押しのカセットテープは。めっちゃ汚いから。最近一押しは？一押しはもうこれです。これ。あ、なんかジャケ可愛いね。これがもうめちゃくちゃ一押し。何のやつなの？ビクターマーク2っていうなんかフィリピンのビートメーカーなんですけど。うん。なんていうんですか。だいぶなんか日本っぽいけど。日本のアニメのなんかリスペクトみたいなの。嘘、気になるわ。アニメのなんか音声とかすごい入ってるっていう。へえ。ヤシラキはなんで？ヤシラキは安かったから買いました。中古で。ラッキーマンって知ってる？書きました。ラッキーマンのオープニング歌ってんのヤシラアキラ知ってる？知らないの？この人で一番上の作品？あ、これはあれです。あ、見た見た。大学の。でかっ。僕が大学時代に、助手の教授の補助的な役割の人の作品です。あ、なるほど。もらいました。あ、好きだったんだよ、最初。そうです。本当に、ね、面白いもん何もないですよ。これで今録音中。これこの BMX どうしたの？前から持ってたの？おじさんのやつですね。あ、そうなんだ。おじさんの BMX もらってこの前にしたい。あ、なるほどね。でこれがサーリー、スチームローラーね。最近あんま乗ってないんだよ。あんま乗ってない。サドルをディスクトラッカーに移してて。外でバイクチェックしようよ。あ、バイクチェック。今日の通勤。あ、もう準備していいよ普通に。そう。あ、もうでも出れます。いいな、クリント今一番美味しいよ。でも良くないですよ。家も美味しいです。探すし。いやいや、家はちゃんと田部ちゃんに。クリント君、はい、朝からお邪魔しました。すいませんね。いやびっくりしました。いやいやけど、すごい頑張ってる20代の男性一人暮らしが垣間見れて、俺は良かったよ。すいませんでした。ちょっと皆さんも
代々木公園店のクリント君を応援してあげてください。お願いします、はい、で今日の通勤に使うバイクは、はい、ベロオレンジのニュートリノですね。クリントはスチームローラーとディスクトラッカー持ってるけど、まあ、最近はこればっか。ニュートリノばっかりですね。一番のお気に入りポイントは？一番のお気に入りポイントは、うん、あ、でもハンドル？あ、最近変えた？最近変えました。最初ドロップハンドルだったもんね。最初ドロップハンドルだったんですけど、ブルームスバちょっとやっぱ乗りづらい。これ誰がデザインしたか知ってる？これは松本さんです。おー、あれらが我らが松本さんの、そうですね、これは通称マッチャンバーですね。そうですね、1段目の、はい、これに変えてすごい乗りやすくなって、うん、まあ、毎日ちょっと通勤で使おうかなっていう感じ。なるほど。グリップも、はい、エルゴンのやつ、これめちゃくちゃこの組み合わせすごい良くて、うん、お、もう黄金コンビ。黄金コンビです。なるほど、すごいおすすめです。ちょっと覚えとくわで、やっぱり通勤にはカゴが必要。カゴいりますね。 M1、 これ M1 だね。これ M1 です。サプライズさんにもらった M1、 もう入社の入ってすぐなんかあげるよって言ってくれたやつ。優しいな、サポートさん。これいいね。この M1 って2本出るステーなんだけど、1本だけで止めて、ね、ライトマウントを、このポールのライトマウントをこっち側につけるっていうね。そう、これなんかちょっとメカニックっぽいというか工夫してます、うん、ライフハック。ライフハックです、ね、ライフハックですね。カゴやっぱないと不便なんで、カゴはもうマストで。今日はようかな。そのバッグを乗せる。そうです、これ乗せてストラップで止めてみたいな。どこのバッグですか？これはブルーラグの137トートですか？137トートですね。これにぴったりハマるってやつ。お、これもいい、ね、これも毎日使ってます。おお、さすが。これあれ、これあれだね、デッドストックの。あ、そう、踊りで使った。そうですね、もうなくなっちゃう前に買わないとと思って。まあ特権だよな、ブルーラグスタッフ。すぐ買いました。ちなみにクリント身長いくつ？僕は167センチです。このフレームサイズは L サイズですね。 L サイズだ。 SL あって L サイズ。 L で結構出るの、シートね。あ、結構出ます ね。 そうだね、確かに。男性の方とかだったらね、割ともう L が多いかもしれないですね。そうですね、うん、ちょっともうね、この色ないけど、新しいピスタチオカラーが、ね、ピスタチオカラー、グリーンのやつが入ってきてるんで、そんなところですか？そんなところですか。じゃあ、そうですね、今から鬼こぎで出社しないといけないからね。めちゃくちゃ 毎日鬼こぎしてるんで、はい、時間が。職場までどれぐらい？25分ぐらいですかね。あ、さっき駅取ってきたから、最寄り駅までバレてくる。最寄り駅までバレてくる。すごい会社ですね。そんなことありますか？そんなんですよね。まあ、引っ越すでしょ。あ、そうです、引っ越すんです。引っ越す前記念でね。確かに。じゃあ通勤30分ぐらいだったら全然、小停車ミニベロでも全然。あ、全然大丈夫です。はい、まあ、このニュートリノだからっていうのもあるかもしれないね。そうですね、うん、ちゃんとスピードもまあ出るんで、はい、じゃあ最後カメラに向かって一言お願いします。え、カメラに向かって一言。今日彼女いるの？彼女いないです。本当にびっくりしました。これからも代々木公園店クリントよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ジュリアンデジタル、部屋掃除して待ってろよ。